エコデコツールは、ホズミコジローが開発した動画ファイルを音声ファイルに変換するソフトウェア。プッチでここの後継ソフト。AVI ファイルと FLV ファイルの MP3 音声を無劣化で抽出できる。音楽 CD からのリッピングも可能。MP3 エンコーダは、レームとフランホーファーから選択可能。音量を加工しません。入力の音量イコール出力の音量になります。 指定した音量レベルになるように音量を直接加工します。d b シベル、音の強さを表す単位。89.0から9 5 0デシベルの値を指定するのが一般的。db 値を高くしすぎると音が割れます。一曲ごとの音のピーク値と曲の音量レベルと基準音量レベル8 9 0デシベルの差をファイル内に記載します。 再生プレイヤーはこのピーク値やリプレイゲイン値に応じて音量を調節して再生します。データ自体の音量レベルはゲモのままなのでリプレイゲイン値を削除すれば音量レベルは元通りになります。ドロップしたファイル全体での音のピーク値と音量レベルと基準音量レベル 89.0dB の差をファイル内に記載します。なお、当ツールは アルバムゲインで出力する場合、トラックゲインも合わせて出力します。入力可能フォーマット入力ファイルの音質に見合わない出力ビットレートを選択するとサンプリング周波数を変更することになり、出力ファイルの音質を低下させる原因となります。入力のサンプリング周波数が 48000Hz より大きい場合はサンプリング周波数が変更されます。 入力のビット数が16ビット以外の場合は16ビットに変更されます。ヘルプファイル。ありがとうございます。